スレイ？あ、起こしちゃった。ごめん。よほどのお気に入りなのだな、その本が。子供の頃から何度も読み返して。いつか世界中の遺跡を回るのが夢なんだ。天意見聞録を読んだ者、皆がそう言う。かくいう私もその一人だが、今世界に遺跡探求の旅などという余裕はないんだ。十数年前から世界各地は人知の及ばないような災厄に見舞われている。最悪？謎の疫病に止まない嵐、人体自然発火、死人が歩き回ったなどと、めちゃくちゃな噂まである始末。ちょっと待って、なんていうか。信じられない？それとも面白そう？あ、いや。だが事態は深刻だ。災厄によって引き起こされた大陸全土の異常気象、それが原因で近い将来作物の実りがなくなり、飢饉がやってくるだろう。最大の問題は、窮した国々の間で略奪戦争が起きるかもしれないということ。そうなってはもう止められない。何か手はないの？見当もつかない。伝承にすがるほど。だから遺跡を。いいよ、無理に話さなくても。さあ、俺ももう寝る。おやすみ。おはよう、スレイ。おはよう。今日は昨日買ったウリボアから保存食とかカバンとかいろいろ作らなくちゃ。よろしく頼む。そんな楽しいもんじゃないけどな。始めるときには声をかけてほしい。始めるのか？さあ、まず私はどうすれば。結局すべて君にやらせてしまったな。いいって、慣れてるし。おかげで明日には立てそうだ。ありがとう、スレイ。そう、よかった。じゃあ明日に備えてゆっくり休んでね。俺ジージに伝えてくるから。もっと下界の話聞きたかったな。じいじ、明日出発するって。そうか。出発は皆で見送ろう。客人には違いなかったわけじゃからな。うん。スレイ、本当に世話になった。本当にここまででいいの？ああ、これ以上迷惑はかけられない。そっか。大丈夫、渡した地図通りに行けば森も迷わないよ。いや、それは信用している。アリーシャ。え？私の名はアリーシャ・ディフだ。アリーシャ。君は何も言わずに、何者とも知れぬ私を助けてくれた。それに引き換え、私は我が身可愛さになすら告げず、騎士として恥ずべきことであった。どうか許していただきたい。そんなこと。スレイ、私は、ん？私は
天族は本当に存在していると思う。天意見聞録に記された数々の伝承はおとぎ話などではないと。うん。今世界中で起きている災厄、それを鎮められるのは伝承に残る存在なのではないかと。同志だね。君は笑わないんだな。都では誰もがバカにしたのに。俺も信じてるから。君は本当に気持ちのいい人だ。レディーレイクの都では間もなく聖剣祭が始まる。同志伝承をなぞらえた剣の試練も行う予定だ。スレイ、剣の試練に挑んでみないか。え？では行く。スレイ、今の話考えてみてほしい。どうして？伝承にある同志、それはきっとスレイ君のような人物だと思うから。これは？僕はジージに言われて、あの後ずっと遺跡であの女騎士の手がかりを探していたんだ。じゃあこれはアリーシャの？ハイランド王家の紋章だ。アリーシャ・ディフだ。ただの騎士ではないようだね。辛いだろうがな、これでよかったんじゃ。ジジ、何者かがわしの領域に侵入してきた。ん？気配を隠したか、小賢しい。危険皆の者、何者かが侵入した、探すのじゃ。気配を隠したことからおそらく兵馬じゃ。心して探索に当たれ。俺たちも行くよ。うん、兵馬であれば事態は急を要する。頼んだぞ。森の方を当たろうと思うが、どう思う？うん、そうしよう。